私も去年流星中継に行かせていただいたんですけれども、星空が綺麗に見えすぎてたくさん星があるので、その一点に集中しているとその他の場所で流れたりするので、その全体を捉えるのが結構難しかったんですよ。画面で見ていればその画角に映っているところ全部を見られますけれども、この見上げていると本当にどこまでも広がる夜空でたくさんの星があるので、全体を捉えるのが難しかったですね。もうこうやって一点集中で見るんじゃなく、こんな感じで全体を、なんか空間を見るみたいなこんな顔で眺めたら、実際にこの目で捉えることができたんですよ。カメラだけじゃなく、映像だけじゃなく。そう、綺麗でしたね。昨日の長崎も綺麗でしたよね。ぜひ皆さんもアーカイブなど楽しんでいただいて、流れ星に願い事をしていただければなと思います。